いかがお過ごしでしょうか。若い山彦の時間がやってまいりました。嘘です、スカイミュージックレディオの時間がやってまいりました、ね、だからこの BGM 嫌だったんだよね。まあこっちのことです。はい、というわけで、スカイミュージックレディオ始まりました。はい、私は、あなたの山さんこと星野乙吉と申します。横浜本木からやってまいりました。そして今日はですね、ファンキーと寝川並びに佐藤美優はお休みでございます。私が最後まで一人でこの数多くのゲストを仕切っていけるのでしょうか。まあ、お楽しみに。というわけで今日はですね、12月15日の美浜で行われます美浜ニューポートリゾートでのサウンドポートイン美浜ですね、サウンドポートイン美浜の生 PR 大会でございます、ね、当日出演していただけるアーティストの皆様にお集まりいただいて、ね、かなり来てますので、まあ、ワイワイガヤガヤになるんでしょうかね。楽しくやっていきたいと思います。というわけで、楽曲は全部はかけられないと思いますので、この番組はですね、大体いつもお決まりでございまして、ゲストの方来るとじゃんけん大会をやってですね、勝った方のみかけるというような、かなりひどい集中してるんですけれども、まあね、でもその分トークとかで喋っていただければと言いたいところだが、トークの時間もあんまりないんだ。というわけでこんなことも喋ってあんまりいられないので、行きたいと思います。というわけで今日出ていただけるのがフォーティーンさん、そしてアナログペーパーさん、ポンチョマンさん、東純子さん、リンさんの5組でございます、ね、楽しくやっていきたいと思いますので、最後まで聞いていただけたらと思います。はい、ね、でも結構時間余ってるな。40秒39。というわけで、はい、この後 CM に続きまして、1組目のゲスト、フォーチュンさん、もうすでに座っていただいておりますね、はい、この後ろにも控えてますので、楽しみにしておいてください。はい、では行きたいと思います。はい、この番組は美浜ニューポートリゾートの提供でお送りいたします。ね、最後まで聞いててね、見ててね、これはですね、ユーストリームでも聞けますので、生で、ね、あとはスマホの方で、ワロップ放送局のアプリから聞いていただければと思います。よろしくお願いします。いただいた方がいいと思う。はい、というわけで始まっておりますスカイミュージックレディオでございます。12月15日、美浜ニューポートリゾートで行われますサウンドポート美浜、ね、こちらに出演者の皆様にお集まりいただいております。まずじゃあ一組目ですね、フォーティーンさん、はい、よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介などお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、ちょっとあだ名はリーダー名前よしです。よろしくお願いします。はい、どうも高所です。お願いします。どうも達也です。お願いします。はい、僕たち3人、東京都内でですね、メインに活動している、シンガーグループ3人組のシンガーグループなんですけれども、はい、最近はあれですね、結構いろんな地方に回らせていただいてまして、はい、先月は、長崎とあと青森の方に行かせていただきまして、はい、つい先日ワンマンライブも、はい、都内の方なんですけど、こちらもさせていただいて、はいはいはい、そうやって今活動させていただいております。それはすごい、はい、ありがとうございます、はい、ワンマンありがとうございます。ありがとうございます。どうでした？15日はね、そうですね、15日ね、うん、こちらの美浜の、はいはい、イベントさせてもらうので、はいはい、見てくれてる方はぜひ遊びに来ていただければなと、はい、思ってます。はい、はい、ちょっとマイクがね、あ、もうそうだよ、大丈夫ですよ。大丈夫あ、大丈夫です。ありがとうございます。ガンガンもう前のめりに来てください。はいはいはい、で、そうですね、15日野外ライブですよ。
はい、そうですね、ですね。野外は結構やってますか。ちょこちょこ。そうですね。長崎でも。そうですね。長崎。ああ、そうですか。はい。うん、長崎とか青森とか行ってらっしゃったってことで、やっぱり地方によって違います、ノリとかって。そうですね、人のやっぱり、ね、そうですね、あの反応もそうですし、うん、雰囲気 も、はい、雰囲気も。ああ、そうですか、うん、でも全体的にあったかいよな。そうやね、あの、うん、見てくれてる方たちがすごいあったかいですね、やっぱり。あ、はい、そうですね。で31日に、うん、ハウステンボスの方に行かせてもらうんですけど、まね、はい、カウントダウンライブに出させてもらうんで。あ、かっこいい、はい、そうなんだ、はい、すごい。花火がめっちゃ綺麗なんで。そうですね、はい、いいな、いいな。ぜひ遊びに来ていただければなと、はい、思っております。そうですね、うん、全国で聞いてますから、これ。そうですよね、うん、はい、ぜひ長崎の方は遊びにいらっしゃってください、うん、はい、はい、そうか、九州全域の方がね。そうですね、うん、来てくれるといいですね。そうですよね、うん、でも野外寒いですよ、15日。いやでもね、ライブで盛り上げて盛り上げて温めます、うん、はい、そうですね、はい。ちなみにあのほら、これなんせね、さっきも言ったように曲がかけられない可能性がありますので、はい、そうですね、音楽性といいますか、はい、どういったことをポリシーにしてるとかあったら教えていただけたらと思うんですけども、音楽について。はい、うん、僕たちも基本的に、うん、メインでその歌詞を大事に今書かせていただいてるんですけども、うん、まあ、いろんな方から最近は奇跡という曲をメインで、うん、こうやって押していろんな方に聞いていただきたいなというふうに思ってるんですけども、はい、僕たちの、ホームページからとかでも、そうですね、iTunes、 そうですね、うん、iTunes なのでダウンロードもできますので、はいはい、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思うんですが、うん、これアドレスって言っても大丈夫ですか。あ、いいですよ、はい、for-tune.jp fortune.jp になりますので、はいはい、ぜひチェックしていただけたらなと。そうですね、はい、この名前でも調べてもらえれば、そうですね、うん、出ますので、こちらのちょっと見えるんですけど、ね、このフォーチューンっていう名前ですね。あのグループ名いいですよね。ありがとうございます。いろんな意味に取れるし。そうですね、そうですね、うん、これどなたが考えたんですか、うん、これ、まあ、いろいろ全員全員でっていう感じなんですけども、うんうん、はい、まあでもその交渉、うちのメンバーの交渉がこういうのどうみたいな、うん、でメンバー、はい、一致してフォーチューンっていう名前で活動させてもらってます。わ、はい、かりました、はい、はい、いや、ありがとうございます。短い間でした。いえいえ、どうもありがとうございます。また後で曲がぜひ聴きたいなと思ってます。そうですね。はい。うん、はい、ぜひぜひ。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。今週もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。というわけで、フォーチューンさんでした。ありがとうございます。はい。続きまして、アナログペーパーさん入っていただきましょう。あ、それ、貼っといてもいいですよ。もしよければ。ありがとうございます。うん。さ、急げ、時間がない。はい、ではアナログペーパーさんです。はい、映ってるか？あ、もっともっと前前前前前。はい、はい、はい、はい。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは、お願いします。はい、では簡単に自己紹介をまたお願いします。はい、アナログペーパーでボーカルとギターを担当しております田村と申します。田村さん、よろしくお願いします。はい、します。ベース担当します富田と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい。基本的に、何人組ということでありますか。ドラムを入れて3人で今活動しております。はい、うん、ドラムは今カメラをカメラマンをねちょっと今フェイスブックページとかをやってるので、うん、後で動画をアップしようかなと思っております。はい、はい、これ何ですか。 ありがとうございます。ありがとうございます。気づいていただいてありがとうございます。もちろん、ね、あ、ニューアルバムが出た。はい、カラフル、はい、カラフルですね。はい、まあ、今年の4月に、うん、発売をしまして、うん、全部で7曲で1000円で販売しております。で、バンドのホームページとあと下北沢のモナレコードさんで、取り扱っております。はい、であと iTunes ストアにも、登録をしているので、iTunes ストアでダウンロードできる方はぜひよろしくお願いいたします。ね、皆さん聞いてください。はい、これジャケットいいですね。ありがとうございます。これ僕両方とも僕が撮ったの。ああ、そうなんだ。ああ、いいな。豊洲です。豊洲。豊洲なんだ。豊洲のアーバンドックですね。おお。素敵素敵。いいでしょう。素敵素敵。後ろは横浜かと思った。ああ、後ろは金沢行った時にちょっと博物館に。
の壁を取ります。ああいいセンスしてますね、こういうのビジュアル的にもね。ありがとうございます。まあ、こんな感じで、はい、音楽性もこんな感じ、こんな感じ。いいじゃないですか。歌物のこう おしゃれじゃないですか。うん、おしゃれおしゃれ、ちょっとおしゃれを目指して、ね、でなりきれてない感じ、うん、親しみやすそうある、なるほど、楽曲です。楽しみですね、はいはい、どうせ今度の野外ライブ、そうですね、うん、楽しみです。初めて野外でやる、ね、あ、そうですか、はい、寒いですよ。そうなんですね。でも頑張ります。ギターとか指かじがんちゃうよ。頑張ります。あの、うん、まあ、ベースがいるんで大丈夫です。ベースドラムといるんで、うん、もう、はい、僕はもう歌がメインなんで。わかりました。はい。いいですね。ありがとうございます。うん、じゃあニューアルバムカラフルもよろしくお願いします。はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ますアナログペーパーカタカナでね、うん、ここ検索をしていただいて、うん、でトップで出てきますんで。はい。はい、ぜひ。ぜひお願いいたします。お願いします。はい。というわけでミュージカルアイダーでしたが、はい、アナログペーパーさんでした。はい。どうもありがとうございます。ね、15時もありがとうございます。で、また後で曲をかけられたらと思いますので、じゃんけん頑張ってください。頑張ります。はい。はい。では、政権交代でします。はい、すいませんね、本当慌ただしくて。ありがとうございます。聞いてる方もなんだかよくわかんないかもしれないんですけど。あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか。見ねえかもしれない。あ、見ねえかもしれない。あ、すいません。すいません。ありがとうございます。はい、じゃあ次はポンチョマンさん。あ、はい、どうも。どうも初めまして。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、なんでポンチョマンなんですか？それはですね、理由は、うん、あのそう聞かれるからですね。うん、あ、そうなんだ。はい。ある時あの音楽活動しようって思った時に、うん、あの当時僕働いて社会人みたいなやってたんですけど、はい、あのポンチョマンってよくねって。あの一緒に働いてた、はいはい、あの人に言ったら、うん、めちゃくちゃ受けて、うん、あポンチョマンでいいやみたいな、なりました。思いつき的な、はい、まあそうなる時パッとポンチョマンいいなみたいな、はいはい、活動今どんな感じなんですか？活動らしい活動は今してなくて、あ、そう、あの7月に一応、うん、まあイベントをやらせていただいて、うん、まあ、下北沢のベースメントバーって場所に、あ、あります、ね、やらせていただいて、ね、うん、でちょっと結構な実力ある人と呼んで、まあ、一緒にやってもらったんですけど、はい、ちょっとこう自分の情けなさに気づいてこうちょっと修行しようかなと思って、うん、でまあ今回12月15日出させていただいて、うん、そこからまあ来年、まあ、プロモーションビデオを撮って、うん、まあ、レコーディングしてちょっとしっかりしたバンド展開していこう、はい、あ、はい、いいですね、考えてます、はい、この後路上で、そうですね、はい、あんまり言うとちょっとあれなんですけど、金賞で現れます。そうですか。15日ちょっと寒いと思うんだけども、はい、頑張っていただけたらと思いますので、はい、じゃあその15日の出来感というかそれで勢いがつきますからね、もし、ね、まあ、そうですね、今回の展開にも、はい、うん、そうですね、頑張ってください、はい、うん、そうか、で後でまたね曲も聴ければいいなと思ってるので、はい、じゃんけんの方も頑張っていただけたらと僕は皆さんに思ってるので本当にそうですね、うん、頑張ります、はいはい、じゃちょっと短い間でしたけどもポンチョマンさんありがとうございました、はい、また、うん、この後も残ってくれますのでみんな聴、はい、いてください。一旦 CM です。はい、はい、というわけでお送りしておりますスカイミュージックレディオ、ね、
今日は12月15日に、美浜ニューポートリゾートで行われますサウンドポートイン美浜、こちらの出演者の方に集まっていただいて、いつになく神妙な感じでお送りしておりますね。なぜかと言いますと、うるさい人がいないからでございます。はい、そんなことはいいや。はい、というわけで、私は星野時と申します。よろしくお願いいたします、改めまして。はい、で次はゲストの方が、東純子さん。はい、はい、どうも、はじめまして。はじめまして、こんにちは。なんか低くないですか、椅子ね。ちょっとね、なんか、はい、ね、はい、はい、大丈夫でしょうか。はい、はい、東さん、どんな感じで今は活動されてるんでしょう。今は今年から、うん、去年までサポートについていただいて、うん、歌ったんですが、はい、今年からピアノの弾き語りを始めまして、はい、シンガーソングライターとして、うん、都内のライブハウスやバーで歌っております。うんうん、あ、バーで。バー、はい、いいね。まあ、基本 自作曲というか、そうですね、自分の曲という感じで。はい、うん、いいですね。野外ライブなんかは今までありますか。野外ライブここで2回出させていただいたんです。うん、あ、そうですか。はい、あ、それはそれはありがとうございます。はい、ありがとうございます。お世話になっております。野外どうです。寒いですよ、今の季節。あ、でもなんか、うん、野外だからこそ、こうなんか本当に、うん、初めて会った人に自分の歌を聴いてもらえるっていう、うん、あ、はい、でこう本当にこう聴いていいなって思わないとこう立ち止まってくれないじゃないですか。うん、それがこう立ち止まって近寄ってくれたりとか、そういうなんか感動があって。ああ、それはありますよね。声かけていただいたりとか、うん、はい、そういうふうにやっぱりいろんな方に聞いていただくっていうのは大事なことですよね。本当に、はい、ね、それはライブハウスとかだとどうしてもそこに行きたい人しか聞けないけども、そうですよね、野外だと本当に歩いてる人が立ち止まってくれるし、はい、うん、嬉しかったです。うん、はい、まあ、それもね、でもやっぱ自分が良くないと、いいパフォーマンスをしてないといけないっていうのはもちろんあるんですけどね。そうですね。うん、今一人でもう弾き語り、そうですね、って感じで、はい、そのサポートの、まあ、バンドみたいな形でっていうのはもう今のところは考えてないですか。そうですね、バンドも本当にたまにライブとかで、この知り合いとかの方とバンドバックでしてもらったりとか、本当にたまにあったりもしたんですけど、うん、まあ、バンドって本当楽しいと思ったんですけど、はい、うん、なんかあったか。でもないですけど、今は、はい、一人で弾き語ってます。うん、一人でやるの怖くないですか。でも、いや、全然怖くない。ああ、そうなんだ。そうですか。僕も弾き語りやってたんですけどね。え、ギターですか。ギターで、まあ、ギターとピアノと曲によって。あ、そうなんですね。うん、でも怖くてね、もともとバンドやってたから。あ、でもバンドから一人になったら怖いと思います。そうそうそう、怖い、怖いでしょ。うん、はい、じゃあ12月15日ね、はい、頑張っていただいて、その後何か告知とかありますか。その後、うん、その後、そうですね1月、うん、1月、うん、何日だったっけ、何日だったかな、1月に1月にやる新大久保の水族館というバー、はい、あるあるある、知ってますか。出た出た。俺、本当ですか。そこでもよくお世話になってるんですけど。あ、そうですね。そこでも女の子だけのイベントに1月の23日、はい、あ、分かりました。水族館、あの、ね、はい、味のあるいい店ですよ。そうです、魚を泳いでます。そう、マスターがね、ちょっと妙な人で、はい、イケメンですよね。イケメンです。はい、はい、じゃあ皆さん、はい、そちらもチェックしてください。はい、はい、ではありがとうございました。ちょっと短い間でしたけれども、はい、東純子さんでした。アメブロしてますのでよろしくお願いします。アメブロの方で、はい、お願いします。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ政権交代してください。はい。すいません、本当に最近交代、時間なくなってきちゃったね。はい、というわけで最後のゲストです。はい、リンさん。リンです。はじめまして。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、皆さんに聞いてますけども、はい、今リンさんはどういう形で活動してらっしゃるんでしょうか。はい、私は自分で DTM で、うん、あの曲を作って、デスクトップミュージック、はい、で作詞作曲して歌ってます。すごいハイテクな感じしますね。こういう世界のものですから。あ、はい、いいですね。うん、こういうことやって曲作ってるんですよ。あ、そうなんですね。まあいいですね。あ、そうなん。どのくらいやってるんですか、 DTM って。どのくらい。もう長いですか、キャリア。いや、長くないです。2年、3年、それぐらいです。そうなんですね。うん、そうなんです。でライブなんかは、ライブどういった形で。そうですね、結婚式とかが最近多くて、うん、あとは遊園地とか、あと普通にライブハウス、クラブと
かで歌ってます。例えば今度の美浜みたいな野外とかっていうのをじゃあ結構やってますか。初めてなんですよ私ショッピングもですよね今回。そうですね、リゾート的な。そうですよね、うん、初めてなのでちょっとすごい楽しみにしてるんですけど。ああですね本当にその辺ね、あの歩いてる人が立ち止まって聞いてくれますので。ああそうなんですね、うん、楽しみです。はい、ちょっとライブの形態としては、はい、OK を使う感じなんですか。そうですね OK 使って歌ってます、うん、一人で、はいはい、逆にそのバンドみたいなのでやる気ってないですか。そうですね興味はありますねやっぱり、うん、生音ってことですね。そうそうそうすごい興味あるんですけど、うん、まだやったことないです。ぜひやってみてください、はい、楽しいですから。楽しそうですね、うん、デスクトップもいいんですけども、はい、うん、だから両方できると一番いいんだよね。あそうですよね、うん、多分曲の傾向とかも変わってくると思う。一つ、はい、はい、楽しみでございますはい、短い時間でございましたが、はい、リンさんでございました。ありがとうございます。さあじゃんけん大会だ。あれ誰かいないね。フォーチューン、フォーチューンさん、はい、すいません短い時間でございます。じゃんけん大会しましょう。ちょっとみんな代表者入ってください。はい、代表者入っていただいて、じゃあもう泣いても笑っても一回勝負でございます、はい、恨みっこなしでお願いします、はい、で勝った方の方はかけます。はい、4人で最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグー、こっちでこっちで見えるところでやる、見えるところで見えるところでやるです。あ、勝っちゃった勝っちゃったって、見えなかったんだけど、あ、はい、ポンチョマンさんが勝ちました。おめでとうございます本人が一番踊れております。じゃあポンチョマンさんの曲かけましょう。タイトルはちょっと座って、あ、はい、すいません、ステバチ、ステバチいいタイトルだステバチを聞いてくださいポンチョマンさんです、はいはい、どんな曲なんですか。ですね、まあ、プロモに撮りたいバンドで本当はやりたい曲なんですけど、うん、今回出るっていうことで早急にちょっとデモ的な感じで僕の歌とギターだけで撮っちゃった感じなんで、ちょっと皆さんしっかりその持ってきてらっしゃるんで、うんうん、僕でいいのかなみたいなあるんですがはい、はい、まあ、まあねアピールしなきゃ、うん、はい、はい、じゃあ曲かかりますでしょうか。だらしないだれたり肩で濡れた手でさ触らないでよ、いつも濃いコーヒーばかり頼むのはあの人への当てつけだって、マンションの下の方、街の明かりをあれだけ組んでいたのに恋しくなってきて吐いて捨てるほど見落とされてく、こんなラブソングも ステレオの水に飲み込まれて、誰も気づかぬまま宙を舞うわ、
い、というわけで、皆様と楽しくお送りしてまいりましたスカイミュージックレディオでございます。本当に短い時間でね、帰って失礼かなとも思うんだけども、でもできるだけたくさんの人の声を届けたいという思いがありますのでこうなっております。ね、本当はね時々なんだけどじっくりこう一人二人のゲストでやりたいなとも思うんですけれども、まあ一つにはライブの告知というのも兼ねておりますので、そのあたりはご理解いただけたらと思います。ありがとうございます。で、ポンジョマンさんおめでとうございました。あ、どうもありがとうございます。また今後バンド展開などもあるようなのでそちらも楽しみにしております。そうですね、はい、では、そうですね、12月15日野外ライブありますけれども、そういったシリーズ僕らはどんどん続けていきますので、来年もいろいろと皆様一緒にやっていただける方はぜひお付き合いくださいませ。お願いします。というわけで、お決まりのですね例のやつが今日もあります。ライブイベント野外ライブシリーズのスカイミュージックレディオ特別枠出演券プレゼントのキーワード発表します。ではリバーブを深めにお願いします。頼むよ。はい、頼むよというわけでございまして、今のリバーブは何か意味があったんでしょうか、ね、台本にあるんでやっただけです。というわけでそのプレゼントご応募の宛先、今の頼むよというのを書いていただければそのスカイミュージックレディオのですね、優先出場権がプレゼントされます。宛先スカイアットベイドットco ドット jp もしくはスカイミュージックレディオフェイスブックページまでお願いいたします。はい、というわけでこの後もですねゲストの方残っていただけるようですのでね、みんなで全員まあちょっと立ち見の人もいると思いますから入っていただいて、なんかいろいろと話せたらなと。それから今日かけられなかった方もちょっとずつおかけしたいと思っておりますので、聞き慣れる方は聞いていただけたらと思いますね。でお聞きになれない方はここでさよならになりますけれども、次回は、12月の21日ですね、はい、2週間後にやります。今年最後の放送になりますのでよろしくお願いします。私は来週の土曜日、自分の参加しているクライマックスというバンドで東大島の、ドラマエンジェルでライブやります。あと大晦日もライブやりますね。暇な方は来てくださいね。師走なんで暇な人いないと思うんですけども、なんとか暇を作って来てください。よろしくお願いいたします。では、今日お届けしましたのは、星野おときちでした。じゃあまた再来週、また後で。